急に爆発するように火が出たんですって。大岡かもって。逃げ出したところは確認できてないそうよ。あ、影山さんとこの。よかった、無事だったのね。ちょっと落ち着いて。近づいちゃダメよ。ちょっとあの子誰か止めて。大変、火の中に入ってきちゃった。大丈夫、今日はお父さんが家にいたんだから。お父さんはたまに厳しいけど強くて頼りになるんだ。会社まで休んで僕のマラソン見に来てくれたんだ。お母さんだって火の扱いにはいつも注意してた。小さい頃に花火でふざけてすごく怒られた。それに律がいるんだ。いつでも冷静で優秀な弟。大丈夫、大丈夫だよ。家が燃えたのは残念だけど、みんながいればやり直せるんだ。誰もいない。やっぱりうまく逃げたんだ。しげよ、玄関に争った形跡があった。誰かが乗り込んできやがったんだ。誰かがこれをやったのか。ちょっと待って、じゃあ3人は連れ去られた可能性もあるんじゃ。何か手がかりを探さなくちゃ。目を閉じろ。それを見るな、しげよ。